戦勝と報じたわけか。恐ろしいね、何も知らないってのは。お前を殺して死体をマーレに送りつけ、陰謀を明るみに出す。祖父祖母の命はないだろうな。だがお前の言う秘策とやらが本物なら、切り刻むのを少し待ってもいい。俺はどちらでも構わない。寛大なお言葉に感謝いたします。だが俺をエレンと会わせるのが先だろ。そう急ぐな。お前に最上級のホテルを用意したんだ。まずはそこでゆっくり休んでいただこう。なあ、睨むのやめてくれないか。マーレから奪ってきた巨人化の薬はこれで全てです。しかし複製は困難でしょう。いや、これだけあれば十分であろう。本当になんと感謝を申し上げればよいことか。諸君らには借りしかない。無知な我々を希望へと導いてくれた。諸君らの勇姿を疑うことは悪魔の所業に等しくあろう。この3年間エルディア人の友人であることを証明してきたつもりでしたが、残念です。私たちが持ち込んだこの銃はエルディア人に自由をもたらす銃なのに。虫のいい話ですまんが、我々の弱さにしばしの間だけ目をつぶってくれぬか。ジークに枷をかけぬわけにはいかんのだ。構いませんよ、ピクシス司令。すぐにまた我々と食卓を囲む日が来ますから。俺のホテル、これ何か不満でもあるのか。巨大樹の森だ。これ以上お前にふさわしい宿はねえよ。立体軌道でたくさん遊べそうだしな。なあ、リヴァイ兵長、ガビとファルコにもこの雄大な自然を見せてやりたいんだが。チッ、ガキが雄大な自然を拝めるかどうかはお前次第だ。エレンは一人でもやるつもりだった。エレンに協力しても見放しても最悪の選択になっただろう。とにかく大勢の人間を殺した。戦艦も軍人も民間人も全てを巻き込んで突然全てを奪った。でもあの軍港が健在だったら、すぐさまマーレ軍はこの島に報復攻撃しただろう。僕の道は断たれたけど、やるしかなかった。あの日の君たちのように。ねえ兄、何か答えてよ。勝てなきゃ死ぬ、勝てば生きる。戦わなければ勝てない。